おはようございます、ペイです。私たちの初めての群馬県キャンピングカー車中泊旅も4日間を終えて、たくさんの温泉と素晴らしい景色を提供してくれた群馬県を出発して長野県へ移動することになりました。本日はその長野県で雨のキャンピングカー車中泊旅最終日の模様をお届けします。よろしくお願いします。道の駅妙義を出発して、で、温泉施設へとりあえず諏訪湖の方に向かって温泉施設の方に向かっていきたいなと思ってます。で、諏訪湖に着くのが先か温泉に着くのが先かちょっとわかんないですけど、まあ、そっちの方に向かっていきたいと思います。じゃあ出発します。軽井沢です、なんか避暑地でしょ言われ避暑地でしょ軽井沢すごい、ね、今ね長野県に峠を登ってちょうどてっぺんで長野県に変わったんですけど、群馬県から今軽井沢って書いてありますね、なんか高級な匂いがする ねちょっと本当だね、おしゃれな感じ。あ、ここや。ここじゃない。ほら。あ、ほんまや。やっぱり見えてたとこか、ね。ちょうど下からは来られへんよね。自分が理由見つけ中。結構なんか飛んでるのかな。あ、なんかすごい車いっぱい。ね、すごいすごい。向こうにも駐車場いっぱい。かあちゃん。はい。あぐりの湯小諸、はい、温泉かな、はい、で来ました。めちゃくちゃでっかい施設で、月曜日なんですけど、今日はのお昼間なんですけど、もうめっちゃ混んでると思います。多分車が駐車場がねすごいことになってる。もういっぱいで、向こうもねいっぱいなんです。だからなんか何かあるのかもしれないですね。何かあるのかな、雨の日ただとか、そんなんない、はい。まあ、いろいろね、多分中に食べるところとか直売所とかあったりすると思うんで、ちょっと楽しんでいきたいと思います。じゃあ行ってきます。めっちゃ大きい施設やね。ですね。なんかすごい。いっぱいなんか。で、お風呂の値段も500円、ね。500円でこの施設が使える、ね。すごい大きいところですね。ねすごい大きい。リンゴとかもね、もうめっちゃたくさん買いました。買いすぎたね。安く売ってたんで、またリンゴ何個買ったかな。結構買いました ね。今からお風呂ですけど、お風呂めっちゃ混んでます。こんな感じのとこですね。じゃあお風呂行ってきます。かあちゃん、はい、お風呂どうでしたか。よかったです。めっちゃ混んでました。平日の月曜日すごい、ね、長野県の小諸市なんですけどね。お風呂めっちゃでっかいんですけど、アグリの湯、アグリの湯、そう、あ、行ってきます。あ、行ってくる。今ね、ご飯を食べようと思って、同じ施設の中にレストランがあるんですけどね、そこでご飯を食べようと思ってます。で、今できたみたいなんで、家内が取りに行ってくれてますけど、あ、2つやな。あ、ちょっと取りに行ってきます。よいしょ、めっちゃ距離がありました。ここはね、ちょっとね、このサーブしてるところがね、座席からめっちゃ遠い。
何メーターぐらいあるこれ25メーターぐらいあるな結構遠いですプールぐらいあるもんだあるあるある結構走りましたよ走りました私はメンチカツ定食なんかここの売り切れごめんみたいな書いてあったんでこれにしましたでこれがレモンなんか鶏のなんかちょっと漢字が読めない鶏のやつでしたね何やろユーチンリンユーチンリン忘れ読めないでしたじゃあこのいただきます、はい、じゃあいただきます美味しそう大盛り大盛りです大盛りじゃあいただきますいただきますしかしここは本当に混んでるよねなんかお風呂ねうんまあ、ここは混んでないんですけどね、この食べるところは混んでないんですけど、まあ、時間的にもお昼とかじゃなくて3時とかなんで今つけるつけないつけない、うん、肉汁肉やな肉汁です 100% って書いてあるんですよ、ね、なんか肉 100% 肉それはどうかわかんないけどかーちゃん、はい2回お風呂、はい、2回入りました、はい、ご飯食べてからもう1回入って、はい、あ、ナギが待ってますからね帰りましょういいお湯でしたいいお湯でした、はい、すっごい混んでますけどね平日でもそれぐらいゆっくりできるところだねゆっくりできるね、うん、なんか施設がねすっごい広いんですよ、うん、でそんな混んでるとかってそんな気にならないかななんかみんな静かあそうそうそう静かでしたね、うん、なんか本当静かだった、うん、よかったです、うんはい、じゃあ凪のところに帰ります、うん、小諸出発しましょうかでここから下道でもう帰りかけていくんですけど下道でずっとある程度行けるところまで疲れない程度に行けるところまで行っていろいろ散策まあ散策できるか分かんないですけどもう時間が4時前なんでほとんど閉まってると思うんですけど、まあ、ここから、まあ、諏訪湖とかもうちょっと先ぐらいまで下道で行ってでそこから高速に乗ろうかなと思ってます。で今夜はもう無理して帰らずに高速のどこかのパーキングで車中泊させていただこうかなと思ってます、はい、じゃあ出発しましょうかはい、じゃあ出発しますいちご狩りとかそういう何狩りってしたことない、うん、母ちゃん、なんか事故かな、なんか止まってんな、急に警察がおるね、うち、ん、に。パンク？え？うわぁ、バーストしてんな、タイヤ。右の運転席側のタイヤがバーストしてましたね。もうホイールしかなかったです。ホイールもなんかぐっちゃり曲がってたな。みたいですね。だからキャンピングカーもね重量があるんでパンクはね本当に気をつけないといけないですね、まあ、今からね諏訪湖の方に向かって走っていこうと思ってます。で諏訪湖から岡谷インターチェンジかな、まあ、その辺りから中央道に乗ろうかなと思ってます。今はねじゃあ安全運転で気をつけていきたいと思います。ガソリンスタンドがなかなかなくてギリギリにありましたね。ギリギリや。これに止めたらギリギリやね。なんかちょっとヒヤヒヤしましたね。ガソリン燃料がなくてちょっとヒヤヒヤしました。よかったです。もうこれでもう家まで入れずに帰ります。
上がったわけ、うん、サービスエリアで、ちょっと休憩とパンとかあったら買いたいな。なんかさっき食べたばっかりでお昼で、夜ご飯っていう感じでもないしなと思いながら、なんかパンでも買おうかなと思います。はい、じゃあ行ってみます。かえちゃん、はい、ご飯なんですか。今日はもうあるもの、あるもんで、はい、あるもんでお願いします。あるものでもう温めてます。ピザ、ピザととカレー、カレー温めてチンで、すごいね。ありがとうございます。はい、じゃあお願いします。はい、ちゃんどいてくれへんな。じゃあ母ちゃん、はい、いただきましょうね。う、今は、岐阜県の屏風山かな、屏風山パーキングエリアにいます。でここでね、今日はもう車中泊させていただこうと思ってます。まあ雨も降っているのと、まあちょっと今小降りですけどね、雨が降ってるのと、朝早かったのでちょっと眠くなって、もうこれじゃ走るのちょっと危ないなと思うので、今日はここでね車中泊させていただいて、で明日朝から出発してもう帰宅しようかなと思ってます。はい、でここで今日はご飯いただきます。じゃあいただきましょう。いただきます。はい、じゃあカレーから、どうぞ。カレーから、母ちゃんピザ、父ちゃんピザからもらおうかな。え、そう、カレーからどうぞ。サラダもらおうかな、最初。うん、どうぞどうぞ。なんかオイル、うん、塩かけて、さっきオイルやな。いかなんかねけどね、うん、お塩、お塩な、いつもこれやな。家でもこれや。こういうもんなんやって思ってんねんけど。はい、どうぞ。買ったね、これん、ハドラズリンゴと、あ、そうやな、うん、このキウイさっき食べようかな、ちょっとちょっと一つね、つ食べてみたいね。どうぞ、いただきます。食べて、はい、うん、甘いな、なんか酸っぱくないな、酸っぱいかと思ったら、うんうんうん、甘い。このキウイはね、さっきのね温泉で買ったんかな、うん、温泉なかった、温泉なかった。で、このアグリのお湯、あ、そうやね。で、このハトラズリンゴ、なんか切った感じ良かったよ。でもやっぱり時期過ぎてる感はあるね。ちょっと柔らかい、まあ、柔らかいっていうかね、ちょっと中が抜けてる感がやっぱり、味が、うん、分かんないです、リンゴ全然詳しくないんで分かんないんですけど、あの秋の時に食べたリンゴはもっとグッと詰まってる感じがあるんですけど、食感もあるんですけどね、うん、甘さがないっていうかな、これ。あ、そうか、うん、うん、全然美味しいけどね、うん、食感とリンゴっていうのは、うん、うん、じゃあピザいただきます。ちょっとチーズ少なかった。うん、いただきます。うん、うん。
ちょっとかもう硬くなっちゃった。うん、いける？うん、いける。全然いける。うん、前より全然パリッとしたね。ああ、そうかな。うん、前なんかちょっとネチャっとしてたけど、今回はめっちゃパリッとしてる。あの上に乗せる具が、あの少なかった。いや、じゃなくて。あ、水か。椎茸とかお水が、うん、結構出てたから。出てたね、前のな。うん。うん、あ、眠たいわ。うん、食べたらもうすぐ寝てください。うん、いや、コーヒー飲みたいな。うん、これはレトルト、うん、になるの、うん、なんかしっかり味してんな。うん、なんかレトルトっぽくないな、うんうんうん、味が。あーちゃん、コーヒー入りました。ありがとうございます。コーヒーいただきましょう。はい、ただいまの時刻は10時前ですね。9時55分です。コーヒー飲んだら寝ようと思います。もうだいぶ眠たい。じゃあいただきましょう。ちょっと満タン入れすぎてめっちゃこぼれて暑いかも。大丈夫？ちょっと暑いな。にゃんちゃん。にゃんちゃん。雨やな。ずっと雨やな、ね、今日は。眠たくなってる。眠たいな。うん、何、大丈夫？ちょっと暑いね。ちょっと暑いな。マックスは回そうか。ちょっと。よいしょ。ちょっと空気がね、こもるんで、マックスは回しておきます。入らん？うん、あのね、すごい強風とかで雨が激しく降ってたら入ってくれて、横からでもこれぐらいの雨やったら全然入らへんよ。結構なんかスムーズに風流れるね。うん、スムーズだね。うん、今バンクからやから、そっちの後ろの窓とか開けたらもうめっちゃ風流れると思う。あ、まあ、後ろ静か、まあ、静か静か、ね、でも後ろのあのトラックがね、今はいるから。いいね、いっぱい窓があるってね。うん、大きいからな、今日のあの桜よ。ああね。やっぱな、この窓がやっぱり大きい窓で景色見たいって思うのが、やっぱまあでもいろんな景色今まで見せてもらったけどな。まあなんか今日の桜はちょっと印象深かった。いやー、この初めてだって。外からだとあんなに鳥が近くに寄ってくれないけど、うん、ここだったら違うもできて、めっちゃ近かったな。から目白がな、めっちゃ近くに寄ってめっちゃ綺麗な色でな、目白くて目の縁が白くてグリーンの綺麗な目、メラルドグリーンの可愛い顔して、可愛いね、すずちゃんみたいな。何でも可愛い子みたい、すずちゃんみたいな。ね、お前な、外のさライト、あれやっぱりつけてよかったよね。夜桜ね。夜桜にあったもんね、あれだけで。昨日の夜ね、ドアの上の LED ライト、LED ライト言わない。ドアの上の LED ライトをつけたら、そこにある桜がね、わーっとライトアップされて夜桜みたいに見えてね、めっちゃ綺麗かったよな。すっごい綺麗かったね。あれ贅沢だったよね。もう。自前のライトで、ちゃんと自前のライトで自前のライトでね、夜桜見てました。ね、うん、すっごい綺麗だった。初めてね、うん、なんかこう想像はつくといえばついたんですけど、こういう桜をまあ理想として見れたらいいなみたいな感じだったんですけど、現実的にそれをするとちょっと驚くよね、やっぱり。うん、違う、なんかその
お花見って今まで寒いもんだと思ってたんですよ、自分は。そんなお花見した経験もないんですけど、ちょっと通りすがって見るぐらいだったんですけど、あんなゆっくり桜をじっと見て鳥たちもね見れて、あんな初めてよ、本当に初めてよ人生。結構自分はね、なんかこう人混みが苦手で、仕事柄ね本当はそういうところで仕事しないといけないんですけども、本当に仕事のスイッチが入らない限りも人混みはできるだけ避けてくるみたいなことをしてたんで、でそうしたらあのお花見とかってやっぱり桜が咲いてるところにな、便利のいいところやったら集中するもんな、人が、そうそう人がいっぱいね、うん、綺麗なところで大体やっぱりで駐車場もあってとかやったら人が集中すると思うんですよね。そうしたらお花見なんてあんまり今までね、あの道端にあるあの桜の木を撮影するとかっていうことはよくしてたんですけど、お花見みたいなことは、ね、行ったことないね今まで一度もなかったね、したことなかったんですよけどね、今回ねあのお花見をこうキャンピングカーの大きな窓からさせてもらって、もうこれはね本当贅沢だなと思いましたね。なんかこうキャンピングカーに乗られてる方とかね、でも今日のとこなんかおすすめしたいですよ。あんまりね、まあ、ただ月曜日だったんで、それで人がねそんな多くなかったんだと思うんです。駐車場もでもガラガラだったんであの好きなところに止めさせていただいてあの花見ねさせていただいたんですけど、まあでもやっぱり日曜日とかやったら混んでるんじゃないかな。そうだね。でね、車中泊をねもしされるとすると、道の駅あの妙義、妙義やったかな、妙義かな、道の駅妙義はあのちょっとね、あの道がそれまでの道がちょっと峠道みたいな感じなんですよ。そしたら走り屋の方がねたくさんいて結構ね夜遅くまでねブンブンやられてましたね結構な音でブンブンされてたんで、どうかな、まあでも夜中はね、土曜日とか金曜日とか土曜日はもしかしたら多いかもしれないですね。日曜日の夜であれだったから、多いかもしれないですね。まあわからないですけどね、まあでもお花見するには、まあ私たちはたまたまだったのかもしれないですけど、すごく良かったです、はい、あのキャンピングカーからも、まあ、場所によってですけどね、あの見えあの窓からね桜を見ることができると思うんで、あのそれはすごく良かったね。タイミングもね良かったしね、うん、そうだね、ちょうど今、まあ、もう葉桜になってたけどね、満開、まあでも綺麗ずっと言ってて自分は葉桜って言ったらもうちょっとあの散りかけてる状態を思ってるんですけど、葉桜になりましたねってこの人ずっとね満開ですねってずっと言い張るじゃあもう満開ですねって言うんです。葉桜満開、そうか、まあ満開かみたいなずっとね上からかぶせられて満開です、ね、満開です、ね、なってますけど、じゃあコーヒーねいただいたらねもう寝る準備して寝たいと思います。顔出しといて、ほんなら出しといてください。はい、ありがとう。あんた何でもできるのね。ね、顔出しといて言うたら顔出しよ外見といて言うたら外見よ、ね、すごいねすごいあれちょっとびっくりするわ。お母ちゃんより断然賢い。なんなこと覚えたの。すごいね、はい頭打った顔にひじくつ昨日頭打ったとこかさぶたの昨日ちゃん音違う笑ってられへん笑ってられへん病院かなほんまにThank you.
終了。お疲れ様。いろいろしてたらあっという間にねって感じですね。ただいまの時刻は11時25分です。今回の旅は4泊5日で群馬県に行ったんですけど、あっという間でしたね。なんかずっと行きたかった群馬県だったので、すごくなんか時間が本当に一瞬で過ぎたみたいな感じで、関東の方にはねやはり時間が必要になるのでなかなか行ける機会がないんですけども、今回思い切ってね群馬県まで行けて本当に楽しかったですね。まあ明日はねもう来たら帰宅するだけなんで、まあまあそんなにねゆっくりはできないんですけど、明日の夜仕事なんで、なので、まあ、8時過ぎぐらいには出発したいかなと思ってます。じゃあよいしょ、おやすみなさい。雨ですね。すごい雨です。現在のただいまの時刻は8時18分です。よく寝ました。もう今日はね、このまま、まっすぐ帰るだけなんで、あと260キロぐらいかな。多分残ってたと思うんですけど、距離が。安全運転で帰りたいと思います。Thank you.